はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、新しくね登場しましたプラレールになります。こちらですね、 S の37番ですね、大阪メトロ中央線400系。こちらをねちょっとね見ていきたいと思います。これ本来ね僕あれなんですよ、2連続でプラレールリアルクラスちょっと動画にしようかなと思ってたんですけど、急遽ちょっとこのね大阪メトロ中央線にしました。でこれ前回の動画のコメントでもちょっといただいたんですけど、まあこのプラレールってね発売されたばかりなんですけど、なんですよこれエラー品なんですよね。実のところエラー品なので、もうすでに購入された方は一応交換とかもね受け付けてくれるみたいなんですけども、まあ、こういうものってまあ割とこう価値あるものになってるんで、まあ、コレクターの方とかね結構ね気にして集められる方いると思うんで、ちょっと早めに動画にさせていただきました。で僕も気になるんでね、で何がエラーあったかというと、この中間車の塗装が本来のね塗装と違うんですね。まあそれはちょっと後ほど触れていこうかなと思うんですけど、タカラトミーさんの公式のページでも触れてるんで、気になる方ちょっとぜひねそちら覗いてみてください。さあそれではちょっと行きましょうかね。改めましてね、大阪メトロ中央線の400系、はい、このね車両自体はもうすぐね運行開始です。25日から、ね、運行開始される車両になっておりまして、大阪でね2025年に開催される万博ですね、その運行に合わせて開発されたね車両になっておりますね。いやまだちょっとね見たことないんですけどもね、試運転でも見たいかなと思ってたんですけど、残念ながらちょっと僕はね目にすることができませんでした。まあでもね一般の運用開始もうすぐなんで楽しみに待ってます。いやでもほんとかっこいいですね、このねなんかなんとも言えないこう未来的なね車両ですよね、このデザインね。でこちらの車両の説明ね上部に書いてあります。はい、このようにねなってますんで、気になる方は停止ボタンを押して読んでみてください。さあさあそれではちょっと見ていきましょうか。まあ箱のデザインもですね、はいザザッとこうなってまして、多分このパッケージ自体もこれエラー品のね車両のね写真になってるんで、多分パッケージもここの写真変わってくるかなと思います。ちゃんとしたね訂正品が発売されたらまた僕はそれを買おうかなと思ってるんですけども、箱自体も本当大切にしていきたいかなと思いますね。で蓋の部分ははいこんな感じで、背面ですねこのようになっております。まあ車種はね乗せ替え OK 対応の車種でワンスピードですかね。はいこんな感じになってます。さあさあさあそれではと開けていきましょうか。ここですね、こうですね。なかなかねプラレールのエラー品ってなんか久しぶりな気がするんですけど、まあエラーっていうとねちょっと失礼になっちゃうんで、まあこれはこれでちょっと何でしょう、ポジティブにいきましょう。発売記念仕様ですよ、はいトミカでいうね発売記念仕様みたいなところがあるんでね、ちょっと気になる方はお早めにねちょっと買いに行ってみてください。もうすでに回収は始まってるかもしれませんけどね。さあさあさあそれでは行きましょう。いやでも待ちに待った400系なんでね、これは嬉しいけどめっちゃかっこいいですね。いいね、よしじゃあちょっと後部車から行きましょうか。いやもう本当なんでしょう、身近な車両が出るほどテンションが上がるものないですよね。いつもねやっぱ関東圏結構多いんで、まあ関東圏とかあと九州とかそういったところが多いんでね、いや関西なんか久しぶりの気がしますね。さあさあそれでちょっと見ていきましょうか。はいまずねこれ後尾車ですね、全体はねざっくりとはいこのようになっております。まあ作りはシンプルですね、プラレールとしての作りはシンプルだと思いますがね、もうこの特徴的な顔のこのデザインはほんと雰囲気よく出てるんじゃないかなと思いますね。おおいいねいいねいいね、いやーすごいですね。でちょっとね細かいところ行きましょう。ここのライトのところ、ここはですねシールですね、四隅かな、四隅このようにシールになっております。でこの緑のところは塗装仕上げで、あと方向膜ですかね、はいこちらはコスモスクエア行きになってますね。だからまあねトミカ博とかプラレール博とかそちらに行かれる方はこのね行き先の行事の車両多分今後乗ることになるかなと思いますけどもね、まあ僕もちょっと楽しみにしたいかなと思いますね、実車もね。でボディ自体は、シルバー色ですね、シルバー色がメインカラーになってます。でそれにねちょっとデザインが施されているわけなんですが、側面はこうなってます。4本のねラインがはいこのように入ってますね。これ確か実車も4本だったと思います。まあ4ドアなのでそれぞれのねドアのところにこのようにラインが入ってて、緑3本で青が1本ね、連結部よりがブルーになってます。でまあこういったところのドアとかもねちゃんとできておりまして、窓はね黒の塗装仕上げです。で連結部分はシンプルにこんな感じで、反対側のデザインもまあシンプルですね、同じような形のデザインになってます。で屋根の部分ですね、ここもねもう至ってねほんとシンプルですね、はいこのようにまあ結構フラットな感じです。で底の部分ははいこんな感じですね。まあということでね、まずねはいこちら後部車でしたが、いいですね、早く実車が見たいんですけども、まずはちょっと僕はプラレールで楽しんでしまいました。
ということでこちら交尾者でした。ではではどんどん行きましょう。続きましてが今回のこの初期ロットの要でございます。こちら、ね、これがちょっとエラーになっちゃってるわけなんですが、さあさあそれでは中間車ちょっと見ていきましょう。まずね、連結部分ははいこんな感じで、まあ、シルバー色一色ですね。で側面のデザインですね、ここがね問題ですね。問題っていうと失礼なんですけど、まあ、ここがね重要なんですけども、まあ、本来のデザインはこれね、あの連結部分がブルーなんですよ。だから両サイドブルーのはずなんですけども、こちら側のみねブルーの塗装になってて、こっち側はね緑になってる。これが、まあ、間違っちゃったものをね出しちゃったみたいなので、まあ、これ気になる方はねタカラトミーさんに言えばあの交換してくれるんでね、まあ、そちらはねお客様センターでちょっと聞いてみてください。まあ、ただね、これは僕本当あの大切にしたいと思いますね。まあ、本来はまあこちらがねブルーと思ってねちょっとご覧ください。はい、このようにね側面のデザインこんな感じになってますね。まあドアの部分に中間車もねライン塗装が入ってまして、窓はね黒の塗装に塗り分けされてます。で反対側も同じような形で、こちら側も本来こちらブルーですね、まあ、ですが今回のものはね緑になってるんですけども、このようにねしっかりと塗り分けされてます。で屋根の部分ね、中間車もシンプルです。このようになってまして、で底の部分はと、はいこんな感じですね。ということでね、はいこちらね、ちょっとね今後貴重になってくるんじゃないかなと思われる中間車でした。まあすでにもう手に入れてる方はいっぱいいらっしゃると思うんで、まあ、もしねエラー品とかそういうの好きな方は大事になさってください。でね、走行の要になりますこちらですね、先頭車も行きましょう。さあさあさあ、それではちょっとね見ていきたいと思いますが、まずね顔ははいこのようになってますね。こちらもねはいコスモスクエア行きになってますね。あ、ちなみにこの部分はシールです。でライトの部分も四隅あるんですが、この部分もはいこんな感じでシールになってて、顔つきははい交尾車と同じような形ですね。ほぼほぼ同じじゃないですかね。うん、一応ねちょっとここね細かいんですけど、ここの交尾車はこの部分のレンズっていうかライトが赤色になってですね、先頭車は、全部ねブルーなんですけども、交尾車はブルーブルーブルー赤という形になってますね。それは四隅ともですかね。はい、このようになっております。結構細かいですよ、こういったところね。で側面ですが、はいこんな感じで、こちらもね綺麗にライン塗装入ってます。で連結部分はこうなってまして、反対側もしっかりとはいこのような感じで、屋根の部分ですね、こちらもフラットです。でスイッチのね表記はオフオンハイというね形になってます。で底の部分はと、はいこんな感じになってるんで、さあそれでは電池入れていきましょう。はい、電池の入れ方はもうねこれ何百回言ったでしょうか、おなじみです。こちらのねネジをねドライバーに緩めまして、とでボディカバーを外します。でこちらね、はいこんな感じのね今回シャーシになってますね。まあこれももう最近はおなじみのねシングルスピードワンスピードのねシャーシとなっております。結構ねあの静かでいいんですよねこのシャーシ、割とね最近本当あのお気に入りになってきました。で電池入れまして、でボディカバーね後ろの爪を先に引っ掛けて、よいしょ装着して、とでこちらでネジもしっかりと締めておきましょう。グッと、はい OK。 さあですね、動作チェックワンスピードなんでね、電源オン、おい OK、 バッチリね、お、いい感じですね。さあそれでは3両編成いきましょうかね。よし、はい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 、こんな感じね。あ、まあまあ確かにね、このエラー品で3両編成すると、まあここの部分がねちょっとあの統一感がないっていうものになっちゃうんで、うん、少し不自然かもしれませんね。まあでもこれはこれでねよろしいかなと思います。あのブルーの方も本当はあのねちゃんとしたものが出回ったら手に入れてまたね見てみたいかなと思います。ちょっとね近く走ってる車両なんでいっぱい欲しいんで、はいで一応ちょっと軽く行きましょうか。まあ今回走行はやめておこうと思うんですけど、はいこちらね S の37番、これ入れ替えで廃盤になっちゃうのがサフィール踊り子です。ではもうちょっとパッと出してしまいたいと思います。さあさあさあ出てきました、サフィール踊り子ね。これもねほんとね特徴的な車両になっております。で発売されたのは2020年の3月ですね。まあ比較的あの新しいね車両だと思います。プラレールの入れ替わりの中ではちょっと早めにね廃盤になっちゃう車両だと思いますんで、こちらねもうほんとあの素敵ですね。まあ特にこの中にねプラキッズとかを乗せることができるねギミック付きのね車両になっておりますので、うん、ぜひぜひねちょっと今回、ね、廃盤になっちゃいますんで、気になる方はお早めにね手に入れておいてください。ではい後部車ねこんな感じになっておりまして、ちらっと見えてますがこちらねプラキッズもついてます。でプラキッズ乗せれるのはねさっきの中間車とこちらの後部車になっておりまして、とでちょっとプラキッズもお見せしておきましょう。はいよいしょ、
こんな感じでね、まあ、乗客ですね、乗客のお兄さんのねブラキッズがついてますんで、ね、こちらもね非常に貴重なものになってくるかなと思いますので、気になった方はぜひね早めにソフィーロドリコ買っておいてください。ちなみによいしょ乗せてあげるとこんな感じになります。ちょっとねボディカバーつけちゃいましょうか。よしいいですね、うん、で連結してあげると、はいこんな感じになりますので、ちょっとね新旧並べますが、まあ本当どちらもいいですよね。気になった方はサフィールオドリコもねぜひお早めに、ね、手に入れておいてください。さあそれではちょっとお待たせしましたが、今回はねちょっと400系単体で見たいんで、 こちらのね走行ね続いてね見ていきましょう。さあさあそれではね準備の方整いましたので、ではでは行きましょうかね。中央線400系出発出ゴール、お早い、入ってなかったあでもいいですね、いいねいいねいいね。いや早くちょっと実車の走行も見てみたいですけど、プラレールも十分いい。はい、ということで今回はですねプラレールの新商品ですね、僕はもう待ちに待っておりました大阪メトロの中央線400系、こちらをねちょっと見ていきましょう。さあいかがだったでしょうか。まあ今回ね、まあちょっと残念ながらですけども、最初に、ね、出た分はねエラー品ということで、まあデザインがね少しちょっとねミスしている分があるんですけども、まあ、十分ね楽しめるものになっております。で動画見てね、あこれエラー品なんだって気づいた方は、もし気になる方は宝富さんに言っていただければね交換してくれると思いますので、まあそちらでね問い合わせてみてください。であとね廃盤になっちゃうねサフィール踊り子も本当ね素敵な車両です。まあ本当ね今後ね見る機会がねちょっとなくなってくると思いますので、まあ本当素敵だなと思った方はこの機会に手に入れておいてください。まあ今回もね本当新旧ともにね素敵な車両になっておりました。まあ、気になった方はぜひお早めにチェックの方しておいてください。まあということで、はい今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どのお待ちの方でよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の場合の星間等でね、そちら限定のね動画を待ちしているので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。